沢エース今永の立ち上がりをご覧いただきましょう。ワンアウトランナー二塁、注目の3番野間との対決。広島東洋カープドラフト1位、くしくも真っ赤なユニフォーム、ヘルメットには C の文字、野間隆義が今日2度目の今永との対戦です。第1打席は直球追い込まれ、最後は変化球、あまり変化幅は大きくなかったんですがタイミング合わず三振でした。的にちょっとこう数歩左寄りの守備位置です。野間からするとバッティングカウント、左方向への大きなフライなんですがフェンス際危ない。いやーフェンス際気になるところですが惜しくも取れず、江越がチャージしてバックホームする、すごいボール、オーバーランしていた二塁ランナー、三本間挟まれてスリーアウト。野間が打った、江越がバックホーム、中部学院大学得点上げられず1対0、駒澤大学のリードが続いています。直後3回の表、中部学院大学ツーアウトランナー二塁、大きなチャンス、3番の間がフルカウントから打った、センターの前、タイガースドラフト3位江越対込んでものすごい返球バックホーム、3本間ランナー2アウトから、この大杉がチャンスメイクで今日野間は3打席ともランナーを置いた状態でバッターボックスです。先ほどはセンター前タイムリーになるかという惜しい当たりだったんですが、センター江越タイガの猛チャージ、バックホームの前に得点なりませんでした。その頭の上、ワンアウトランナー、122キロ、大きなお腹でにっこりと笑いました。ドラフト2位の浜田から3安打しました。諦めるわけにはいかないと中部学院大学、8回表3番の間、三振、盗塁を決めます。ワンアウトランナー二塁となります。そして5番の斉藤です。しぶとくセンター前へのタイムリー、野間のバックホームは少し逸れます。